黙れチア、ここの船は中間じゃない。時間をかける必要があるんだ。お前は自らの意志で家畜の皮をかぶり今回の作戦に加わり、名誉ある偉業のために身を捧げることを決めた。それが今になってできないなんて言うのか。俺たちがどれだけの船を必要としてるか分かってるのか。俺は最善を尽くして研究もしてる。ただとにかく時間が必要なんだ。明日霊砲が鳴れば全ての人の注意が引きつけられる。二度目のチャンスはないぞ。ハルザーシ、そこにいるのは誰だ。君たちは？ここで臨時検査をしてるんだ。そっちこそどうして関係ない奴が開成校にいる。しかも子供じゃないか。ちびっ子たち、親に教わらなかったか。開成校は自動で動く施設だが、だからといって勝手に入っちゃダメだって。うちはもう成人してるから。それに別に勝手に入ってきたわけじゃない。そうだよおじさん、僕たちはセイサーに乗ってここまでピュンって飛んできたんだ。別にお前たちを責めてるわけじゃない。ただここは一般人は立ち入り禁止の場所なんだ。お姉ちゃん、お姉ちゃん行こう。この後ね、僕ね、英酒原野に行きたい。え？英酒原野？うん、わかった。お姉ちゃんが連れてってあげるね。しょ、俺が。点検は終わった。異常はない。俺たちもそろそろ行くとしよう。元凶、さっきのもう一回言ってくれない？さっきの？お姉ちゃん、お姉ちゃん行こうってやつ。勘弁してよ。君って永遠に空気が読めないの？さっきの3人かなり怪しかったのに。そんなのバカにだってわかる。私はたださっきのセリフをもう一回聞きたいだけ。あの桃色ギツネ、言いたいことがあるみたいだった。きっと何か察したんだろうね。でも彼はここに詳しくないから、いなくなる前に開成校にこんな人がいるのはおかしいって案に示してくれた。それなの。僕だって気づいてたよ。さっきの運気兵、全然元凶師匠のこと知らないみたいだった。確かにすごく怪しいね。何？元凶ってラフで有名なの？主名の運気軍は数えきれないほどいるから、私の名前は聞いたことがあっても顔は知らない人の方が多いけど。確かに運理のパターンみたいに全員が元凶の顔を知ってるとは限らないか。運気軍に天白氏の人に職人、職種を考えれば点検だって言われても納得できるけど、さっきの人何か変なこと口走ってた。二人は聞こえた？これは僕の勘だけど、あの人たちの後をこっそりつけたら化けの皮を剥がせる気がする。ついてきて。
見つからないように気をつけてね。誰だろうと、あの人たちの行動は全部証拠として写真に撮ってるから。さっきの3匹の家畜は殺すべきだった。ガキは場所を取らない。ここはコンテナが多いから、適当にどっか放り込んどけば誰にも気づかれないだろう。余計な問題を起こすな、ジャリュー。どんなに些細なことだろうと、想定外のことはモードゥ様の計画に影響する。これからどこに行く？貨物船の検査に行く。やるべきことはたくさんあるんだ。ああ、あのコンテナも忘れずに持っていくぞ。武器、物資、万全の準備を整える必要がある。さもないと、俺たちはここで一巻の終わりを迎えることになるからな。この人たち、密輸業者、何するつもりなんだろう。わからないけど、あのコンテナを持ち去ろうとしてるみたい。僕にいい考えがある。あの中に隠れて、あの人たちを追うんだ。貨物はここに置いておこう。次は船の点検だな。一旦対応が終われば、仲間たちは貨物船に乗ってここを離れるとモードゥ様は言っていた。安心しろ、蛇行の計画書は書き換えておいた。二人ともついてこい。妙だな、なんでどこに行っても家畜どもの匂いがするんだ。疑心暗鬼になるのはよせ。あの人たち、海星港の船を利用して仲間たちを泉州から連れ出そうとしてるみたいだ。計画言ってるけど、一体どこから来たんだろう。泉州で何をするつもりなんだ。そんなの良くないことに決まってるじゃん。あれ、いなくなった。追いかけないと。足取りは軽く、呼吸は浅く、常に相手の行動に気を配って、動きがあったらすぐに隠れるんだ。
気をつけて、警戒されてる。無駄に疑うのはやめろ。時間がないんだ、早く来い。シュラ、今行く。行っちゃう、早く追いかけよう。あの人たち一体何をするつもりなんだろう。全員ちゃんとした制服を着てはいるけど、かけてもいい。あれは天白氏の人でも構造氏の人でも運気軍の兵士でもない。いくらなんでも怪しすぎる。誰だろうと、あの人たちの行動は全部証拠として写真に撮ってる。犯罪の証拠があれば言い逃れはできないよ。見ろ、輸送用精査一層で少なくとも仲間を20人は送り出せる。他の仲間にも連絡してもっと用意してもらうつもりだ。関門を抜けたら迎えの銃艦が待っている。モーデュー様はすでに準備を整えた。古き血脈が復活するかどうかは俺たちにかかってるんだ。今なんて言った？銃艦？誰だ？あのガキどもだ！すぐに始末すべきだって言ったのに、お前が聞かなかったせいだぞ、この脳なし！生かしてはおけない。やるぞ！死ね、家畜ども！師匠、お茶をどうぞ。降臨せ、最悪の誓い。記憶の移ろいゆく泡、音のない身の底で終わりなき深淵を迎えなさい。暴く必要はなさそうだ。どこへ行く？目標出現。さ、ごめん、ちょっと失礼。今回は私から何を。協調よ、再び。で10人は相手できるよ。師匠、お茶をどうぞ。運命は選択ね。償ってもらう感覚だ。遠くに行くためならどんな手段でも全部使ってやる。えい、決勝だ。面倒をかけたな。の記録を。えい。
ありえない。この古族、どうして姿が変わったんだ。こいつらは古族なんかじゃない。ただ正体を表しただけ。こいつらは正真正銘のホリ人で、私がカンパニーの船で倒した強盗たちの仲間。それってつまり、このホリ人たち、どうやって泉州に入り込んだの？これは単に泉州の服に着替えて毛を剃っただけの変装じゃない。どんな手を使ったのかはわからないけど、自分たちを古族と変わらない見た目に変えたんだ。こいつらには公的な身分があった。天白氏、構造氏、そして運気軍。この偽物の運気軍の観察を見れば、何か手がかりをつかめるかも。ロクン、巡殺護衛隊の武官。あ、どうしたの？前にロクンっていう兵士に会ったことがあるんだ。あれは数週間前、ホリ人を護送してた時だった。身分証を偽装して堂々と選手に出入りしてたなんて最悪。本当に最悪だよ。もっと最悪なのは、ゴキブリを一匹見かけたってことは。もっと多くのホリ人が泉州に潜り込んでるってことだね。奴らの狙いは情報を盗むような些細なことじゃないはずだ。急いでこのことを新作府に報告しないと。善人さん、あ、oh。